こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはソーセージもやし炒め、ソーセージもやし炒めです。で、炊き込みご飯、醤油ご飯のおにぎりですね、2個、お隣さんからいただきました。醤油ご飯のおにぎりです。で、チキンスープのうどんですね。うどん、千切りキャベツ、水菜のお浸しですね。いつもより穀物が多いですね。腹持ちは良さそうですが、どうなるでしょうか。はい、肝心の体重を測っていきます。何キロかですね。今日は午前中暑かったのでガブガブコーヒー飲みました。午後からはちょっと飲む量を抑えたんですけど、昨日は多分脱水症状やったんでしょうね、暑すぎて。今日は水分をそこそこ取ってるので、その分体重が増えてます。体重 55.2、 昨日より 800g 増えてます。体重 55.2、 体脂肪率 10.6、 基礎代謝1327、内臓脂肪レベル2、筋肉量 46.7、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.2、 体脂肪率 10.6、 内臓脂肪レベル2です。もう一度、サムネイルはソーセージもやし炒め、醤油ご飯のおにぎり、うどん、千切りキャベツ、水菜のおひたしで、足らなければ8食食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。